路線車両性能運輸株式会社は日本の運輸会社特別席合わせ事業のパイオニア的存在として知られ戦後いち早く長距離路線トラックを走らせたことで知られている現在路線トラックで業界最大手カンガルー便などの愛称を用いている田口里八が岐阜県増田郡萩原町で創業した田口自動車を前身とする現在本社は 同県大垣市に所在する。2005年10月に従来の性能運輸株式会社が性能ホールディングス株式会社に称号を変更して持ち株会社に移行し、同日付で子会社性能運輸株式会社が新たに設立され、従来の物流業務を引き継ぐこととなった。テレビ CM は中京行為危で放送されている。1990年代の一時期は、 全国で放映されており、女優の三田吉子を起用していた。車掌は、ハンドルと創業者の田口を組み合わせたマーク。シンボルマークはサンスターカンガルーマーク。現在のサンスターカンガルーマークは2代目で、カンガルーから16本のラインがある。宅配便を含めた、特別席合わせ輸送において、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便に次ぐ業界4位。宅配便の規格外を含めた、 企業間物流においては、業界最大手、工場、倉庫などから販売店、営業所など、企業間輸送が多くを占め、宅配上位3社が扱わない、宅配規格外貨物の全国取扱いを行う。日常的に扱う貨物に、大型、重量物が多いため、ドライバー職における、男性比率が非常に多い。そのため、女性従業員の大半は営業所事務職であり、 宅配他社に見られる女性ドライバーなど現場系従業員はほとんどいない。ただし90年代はカンガルーレディと呼ばれるドライバーが存在し、また整備部門で女性技術者の採用があった。個人当て宅配便の取り扱いもあるが、個人当て宅配貨物の配達を日本郵便やヤマト運輸に委託する地域が存在している。また他社では 路線便と呼ばれる営業所管輸送の多くを中小の運輸会社に業務委託しているが、同社では自社運行比率が高い。同社の特徴として、機関業務である運輸業における地域会社の比率が非常に高く、地方部では関東性能運輸や北海道性能運輸など社名に地域名を冠した地域会社が多く営業している。これは、 かつて営業基盤を持たない地域において業務委託などをしていた中小の運輸会社を性能グループ入りさせていることに起因する。そのため、福山通運や名鉄運輸などの同業他社に見られる地域会社とは成立の経緯が大きく異なる。中には、コバ運や関東運輸など社名に性能が含まれていないグループ会社も存在しているほか、地域会社でも資本関係などに より子会社でない企業も存在する。引っ越し関連商品の発売は担当部署を分割し会社化し、それによって新設された性能引っ越し株式会社が行っている。周配者はトラックの使い回しが多いので名札とドライバーの名前が一致しないことがままある。営業所の営業者はほとんどが MT である。AT の営業者は少ない。 AT しか運転できない人は履歴書提出時に注意しないといけない。ユニック車、平らボディ車、ゲート車や、過失にレールをつけ、洋服をかけて輸送ができる車両を持つ。2016年3月より、大型トラック後部に、子育てなら、大垣市のステッカーを装着している。長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府。 和歌山県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、島県沖縄県、関東、東海、中部、岐阜県、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄過去、現在過去、現在過去。ありがとうございます。